皆さんこんにちは、ビールジェンドスメラです。本日はこちら完全新作です。お湯でね溶いても大丈夫なホットプロテインです。こちらからねあるようでなかったホットチョコレート風味ですね。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。毎年ね冬になると販売されるこちらホットプロテインですね。お湯で溶いてもらっても問題ないプロテインになっております。通常のね WPC プロテインになるとお湯に溶かすとねこう熱変性しちゃって固まってしまうっていう特性があるんですけれども、こちらのねホットプロテインに関してはお湯をね注いでもらってかき混ぜてもらっても問題なく溶けちゃいます。特別なねホエーがね使用されております。ですんであったかいプロテインがね飲むことができる特別なねプロテインになっております。まあそのラインナップからねこれまでねコンポタージュとかねスープ系はあったんですけど、今回満を持してチョコレート風味の登場となります。一体ねどんなフレーバーになっているのか早速飲んでいきたいと思います。通常のね1キロパッケージを買うと赤いね袋に入ったあの黒い大スプーンがついてくるんですけれども、ホットプロテインに関しましては中スプーンが入っております。こちらご利用ください。カップ取ってきましたんで、こちらの方にねこのね中スプーンを使って早速ねパウダーを入れていきたいと思います。裏面の方に中スプーンすり切り 3.5 杯っていう形で書いておりますんで、まあ、大体ね 3.5 杯になるようにすくって入れていきたいと思います。パウダーはどんな感じなんでしょうか。開封します。お、パウダーはこんな感じ、茶色い感じですね。うちのね激うまチョコとね若干色が濃いようなね気もするんですけど、うん、匂いは非常にいいチョコレートの香りですね。パウダーすくって 3.5 杯入れていきます。ちょ、で 3.5 杯なんでちょっとね半量ぐらいになるように入れます。はい、これぐらいですかね。でちょっとね近くにねポットとかがないんで、こちらのねシェーカーの方にポットからね熱いお湯を入れてまいりました。熱々ですね。これをねもうこのままパウダーの上に入れていっちゃいます。お、普通のねプロテインでしたらねこれしちゃうとね熱変性を起こしてダマダマになっちゃうんですけど、こちらのねホットプロテインは全然熱変性せずに綺麗に溶けていっちゃってますね。すごい滑らかに溶けますね。これがねこのホットプロテインの特徴でもあります。わ、すごい非常に美味しそうですね。綺麗にね溶けたかと思います。見た感じココアっぽいですね。ミルクココアみたいな感じの匂いがしてるんじゃないでしょうか。早速いただいていきたいと思います。皆さんお先にいただきます。うまっ、ミルクココアっぽいな。美味しいですね。めちゃくちゃうまいっすわこれ。全然ホエー感を感じないですね。ホットチョコレートなんですけど何に近いかって言われると、僕は結構ミルクココア思い浮かべちゃいますね。めちゃくちゃ美味しいですね。これでタンパク質が 15g 取れるんであればむちゃくちゃ嬉しいですね。ごちそうさまでした。スワッと飲めちゃいますね。全然甘ったるくないし非常に美味しいこうミルクココアみたいな感じにね仕上がってるかと思います。激うまです。でまあ、完全新作のねホットチョコレートってことなんですけど、激うまチョコと比べると、まあ、僕の感覚になっちゃうんですけど、激うまチョコよりもう少し甘さがねプラスされてるかなっていう印象があります。嫌味のある甘さじゃなくて本当に優しい甘さでごくね飲めちゃうんですけど、激うまチョコよりもう少しね甘くなってるかなと思います。まあ、もしかするとねこれちょっとホットで飲んでるから、まあ、そう感じるだけなのかもしれないんですけど、これからのね季節ねやっぱり朝とかね寒くて朝からちょっと冷たいプロテイン飲むのがね億劫だなって感じることあると思います。まあ、そういった時にねパウダーを入れてお湯をね注いでかき混ぜるだけでこう飲めちゃうんでね、これからのね寒い季節にねかなり重宝する商品になるかと思います。冬季ね限定のね商品になっておりますんでね、ぜひね今すぐチェックしてみてください。ホットチョコレート風味栄養成分表示ですけれども、
1食あたりエネルギーが 94.9kcal、 100kcal 切っちゃってますね。タンパク質が 15.3g、 脂質 1.4g、 炭水化物 11.4g、 食塩相当量が 0.4g となります。あるようでなかったホットチョコレート風味、数量限定となっておりましてね、なくなり次第終了となります。今すぐチェックしてみてください。こちらのね、動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますんでね、ぜひそちらからチェックしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。